どうも皆さんこんにちは、陽一郎と申します。明日4月14日金曜日の18時ごろ、ついにバランス調整が行われることが発表されました。今回はこのバランス調整の内容についてお話ししていきます。まずは長い間多くのサバイバーたちに愛用されてきたグラップリングデバイスと一輪バイクがついに弱体化されることになりました。詳しい弱体化の内容はこちら。グラップリングに関しては移動速度と射程距離が減少、一輪バイクに関してはブースト時の速度が減少するそうです。このページでは具体的な数値が書かれていないので、どれぐらい大幅に変わるのかはちょっとわかりませんが、これらのスキルに弱体化が入るのは約5ヶ月ぶりなので、性能によっては環境が大幅に変化するかもしれませんね。個人的にはグラップリングは戦闘から離脱するためにはほぼ必ず必要なスキルという認識だったので、これが大幅に弱くなるとサバイバーは戦闘から離脱する方法が瞬間移動くらいしかないのではとちょっと怖い気もしますね。また一輪バイクに関しては速度もそうですが、ずっと乗り続けられてしまうというところが問題だと思うので、燃料ゲージを追加して一定以上は乗り続けられないみたいな方向で調整した方が良かったんじゃないかなと感じますね。ちなみにバイクもグラップリングもどちらのスキルも無課金で手に入るとあってか、試合での使用率は 80% を超えていたそうです。そしてそれら2つのスキルが弱体化される代わりに、ジップラインデバイス、変化かっこミサイル、キントウン、サイヤ人ポットリモコンの4つのスキルが強化されるそうです。とはいえこれらのスキルが戦闘中に使えるかというと、個人的には厳しいと思うので、よほど劇的な強化がないとグラップリングやバイクの代わりに使われることはなさそうですかね。ただ強すぎるスキルは弱く、弱すぎるスキルは強くという考え方自体は素晴らしいと思うので、ほぼ固定化されてしまったスキル構成を変化させるきっかけになってくれるといいですね。ということで、以上が明日のバランス調整内容になります。個人的には、調整されるスキルの中に、今環境で猛威を振るっているフライパン山の炎や、エネルギーフィールドと瞬間移動の組み合わせ、世界チャンピオンの娘など、明らかに性能が狂っているスキルに何も調整を入れる気配がないことと、使用率の高い必殺技には調整を入れる気がないところが、どうしても納得がいかないですね。というのも、まともなバランス調整はかれこれ約5ヶ月近く来ていないので、調整の頻度が遅すぎますし、ようやく重い腰を上げたのに調整がこれだけっていうのはちょっと慎重すぎやしないかと。シーズン1の頃は2週間に1度くらいのペースでバランスが調整されていたので、調整内容が少なくてもまあ仕方がないかなと思えたんですが、ここまで長期間バランス調整を放棄してしまうなら、もっと大胆にいろいろ変更を入れて欲しかったですね。とはいえ、今回の調整で環境が大きく変化するという可能性もあるので、まずはどれぐらい性能が変化するのか、明日の調整を楽しみに待ちましょう。僕も明日は生配信で調整内容を確認していく予定なので、もしよければぜひ覗きに来ていただけると嬉しいです。それではまた明日の配信でお会いしましょう。さよなら。